テクスチャーマッピングされたフルポリゴン 3DCG が織りなす超リアルな世界。そのバーチャル空間を舞台に繰り広げられるファイト、謎解き、そしてアドベンチャー。プレイヤーをグイグイとゲームワールドに引き込むその迫力と臨場感は他の追随を許さない究極のエンターテイメントワールドだ。このビデオはそんなエンターテイメントの最高峰であるセガワールドの最新話題ソフトを完全収録。君の望むソフトをこのビデオで見つけてほしい。セガビデオマガジン。セガサタン。32ビットのツイン CPU が生み出すポテンシャルはそのままに、デザイン、価格をリニューアル。新たな次元は再びセガサターンが切り開く。宿題がちゃんとある。アーケード用、家庭用に関わらず数々の名作ゲームを送り出してきたセガが、あのゲームでもう一度遊びたいというみんなからのリクエストに応えて、懐かしの名作ゲームを復刻するセガエイジスシリーズをリリース。シリーズ第1弾はアーケードで大人気を博したクイズ宿題を忘れましたとパズル&アクションタントアールをカップリングした宿題がタントアールだ。92年にアーケードに登場して以来、メガドライブ、ゲームギアにも移植された大ヒット作品。18本ものミニゲームが次々に登場してプレイヤーを悩ませる。もちろん同時対戦が可能なので、友達と頭脳対戦で競い合おう。またクイズ宿題を忘れましたは、プレイヤーが生まれた年を入力することによって出題が変化するという斬新なゲームシステム。家庭用では今回が初の移植となる。名作傑作ゲームが次々に登場するセガエイジスの第1弾宿題がタントアールは4800円で5月24日発売予定です。誕生 S デビュー。卒業、卒業2などの大ヒット育成シミュレーションソフトを送り出してきたヒットメーカーヘッドルームが企画したアイドル育成シミュレーションゲームがセガサターンに登場。イラストは同級生や卒業を手掛けた人気イラストレーター武井正樹による書き下ろし。オープニングやエンディングの CG アニメーションはなんと1000カットにも及ぶボリュームを誇る。ゲームは2年間という限られた期間の中で、プレイヤーが新人アイドルグループのマネージャーとなって3人娘をスーパーアイドルとして育て上げていく育成シミュレーション。魑魅魍魎が渦巻く芸能界で手強いライバルたちを相手に競い合い、スーパースターの道を目指す。もちろんコンサートやテレビ出演の他に CM やイベントなど様々な芸能活動が用意されている。人気声優陣が歌うオリジナルイメージソングを10曲も収録している。誕生 S デビューは6800円で5月24日発売予定です。ソード&ソーサリー。一見ハードなグラフィックにコミカルな会話がミスマッチでおかしい新感覚 RPG が登場。ここが大魔術師クッキンドール様のお住まい、ピナコテイクの塔か。私を治療してもらえるだろうか。何時、エルゴートよ。何時の病は、ババチョップ村の先、ミラドール付近に住む獣人族にしか治せないぞよ。3D フルポリゴンにテクスチャーマッピングされたリアルなステージで、ストーリーは展開。主人公のルシオンに林原めぐみを起用したのをはじめ、豪華声優陣が多数参加して、喋りまくる。村を封鎖して籠城をしている。メッセージウィンドウとの両用でストーリーがより身近に感じられるぞ。
ここがオーガーたちの本拠地ってわけさ。戦闘はディオラマバトルシステムを採用。このシステムは地形上にある障害物を利用していかに有利に戦うかという戦略性が高いバトルシステムだ。ライトニングバルト。ファイアーブレス。前編を通じて流れるファンタジックシンフォニーも魅力のソード&ソーサリーは6800円で5月24日発売予定です。ガロー伝説3遥かなる戦い。ガロー伝説3遥かなる戦い。アーケードで爆発的な人気を誇る対戦格闘ゲームがファンの要望に応えてついにセガサターンに登場。今までのシステムやグラフィックを大きくリニューアル。様々な格闘技を使用する5人の新キャラクターが追加されている。ゲームシステムではガロー伝説シリーズで初めてのスウェーラインシステムを搭載。手前、中央、奥と3つのラインを移動しながら奥行きのある戦略的なバトルを展開できる。またコンビネーションアーツ、連携技、超必殺技などの攻撃システムが充実。さらには1回のバトルで一度しか使えない潜在能力による攻撃も新たに取り入れられた。おなじみのキャラクターにも新必殺技が追加された。ガロー伝説3遥かなる戦いは6800円で6月28日発売予定です。ウィザードリー6&7コンプリート。全世界で最も有名な RPG ウィザードリーシリーズの6と7がなんとカップリングされてセガサターンに登場する。この6と7はそれまで中世風の世界観が中心だったウィズの世界に SF 色を盛り込んだ意欲作。さらにパソコン版では画面の半分にも満たなかったフィールド画面がセガサターン版のコンプリートではフル画面で楽しめる。またこのコンプリートでは 3D ダンジョンのオートマッピングやウィズの特徴の一つでもあるキャラクターメイキングの解説、さらに難易度設定など RPG 初心者にも優しいシステムが満載されている。3D 地下ダンジョンのみならず地上や宇宙までを舞台にしたバトルシーンは迫力満点だ。CDDA の採用により臨場感あふれるサウンドがさらなる恐怖を生み出すウィザードリー 6&7 コンプリートは6800円で5月31日発売予定です。ドラゴンボール Z 偉大なるドラゴンボール伝説。リアルな 3D フィールドを舞台に敵味方合わせて最大3対3での迫力バトルを体験できるドラゴンボール Z シリーズの最新作がついに登場。物語はコミックス18巻から最終巻までのストーリーを8つのエピソードに集約した決定版だ。サイヤ人の戦士が地球に降り立った。ベジータとナッパ、その圧倒的な戦闘力の前に次々と力尽きていく Z 戦士たち。この偉大なるドラゴンボール伝説では前作の1対1による対戦格闘方式ではなく、よりシミュレーション要素が強いシステムを採用。プレイヤーが自分のキャラクターを操って敵と戦うという点は変わらないが、必殺技などを自由に使うことはできない。あらかじめ決められた技を駆使して戦っていき、ある特定の条件を満たすと自動的に必殺技が炸裂する仕組みだ。原作のようにエネルギー弾で山一つぶっ飛ばすなんてこともできる。ドラゴンボール Z 偉大なるドラゴンボール伝説は5800円で5月下旬発売予定です。サイバードール By 2034筋肉を弛緩させてしまうウイルスに侵された人類が自らの体をサイボーグ化していくというサイバーパンクな RPG が登場。Was disbanded and Maria became a city control computer.
Now it was time for reversal operations.キャラクターデザインはフィギュアデザイナーの第一人者韮澤康が担当。独特の世界観に基づいた独創的なキャラクターが多数登場する。このサイバードールでは脳以外の体のパーツ全てがサイボーグ化されている。したがって RPG 特有の経験値はなく、バトルで倒した相手の体からパーツを奪い取ってキャラクターをパワーアップしていくシステムを採用。取り付け可能なアイテムやパーツ、武器は400種類以上にも及ぶ。特殊武器による多彩な攻撃も魅力のサイバードールは6800円で96年夏発売予定です。慶応遊撃隊、慶応遊撃隊活撃編。お食事中悪いんだけどさ、これもらってくからバイバイ。うわぁ、先祖代々の宝玉が。何をポケットしておる。さっさと変身して追いかけんか。幕末の慶応時代を舞台にしたコミカルアクションゲームがセガサターンに登場。ゲームは横スクロール方式のアクションゲーム。あの宝玉はもともとは私たち邪馬台国のものなんだよね。全5ステージに及ぶ奇想天外なステージを舞台に6つの宝玉を探す冒険の旅をする。ステージには破天荒なトラップが数多く出現。中にはシューティングのステージや遊園地を舞台にしたステージも登場する。主人公のランミの声はあの菅野美穂ちゃんが担当。スタジオピエロのクオリティの高いアニメーションとともにポップで楽しいコミカルアクションとなっている。エリアの途中からの継続プレイも可能となった慶応遊撃隊活撃編は5800円で5月17日発売予定です。実戦パチスロ必勝法3。パチスロメーカーとして有名なサミー工業が放つ本格的パチスロシミュレータの最新版が登場。アラジンマスターをはじめとしたヤマサ、ユニバーサル、オリンピア、高砂電機の5機種のパチスロ台がリアルに再現されている。ポリゴンでリアルになったグラフィックはもちろん、サウンドまでも再現した本格派だ。実戦モードでは5人のキャラクターの中から1人を選び5つの店を攻略していく。お店は店長や営業形態を細かに設定してあるので各職業でのお店の相対関係が分かるぞ。さらに実機研究に最適なスケルトンモードも採用。絵柄の並びやリーチ目研究に威力を発揮する。解説モードもあってパチスロの全てがわかる。実践パチスロ必勝法3は6800円で5月24日発売予定です。メタルブラック。アーケードの名作ゲームと名高いメタルブラックがセガサターンに登場。ゲームは一般のシューティングゲームとは一線を画す独特の世界観とビジュアルが特徴の横スクロールシューティングだ。ボーナスステージでは通常のシューティングゲームから一変して 3D ロックオンシューティングに変化。
このボーナスステージではプレイヤーが磁気を操作する必要がなく、数多くの敵をロックオンして撃破することに集中できる。このメタルブラックでは常に画面中を浮遊しているニューロンと呼ばれるパワーアップアイテムを集めることによって磁気のレベルゲージがアップし、ショットレベルが上昇していく。さらにこのレベルゲージは最大の威力を誇るエネルギー解放攻撃マックスレーザーのレベルでもあり、ボスキャラなどマックスレーザーが使用できるキャラクターと戦ってエネルギー干渉が起こった場合、このレベルが大きい方の勝ちとなる。エネルギー干渉を起こした時の迫力グラフィックが爽快なメタルブラックは5800円で5月24日発売予定です。くるぶし兄弟劇場第1巻麻雀編。もしものゲームならソフトハウスとして有名なユーメディアの解放誌のキャラクターであるくるぶし兄弟が大胆にもゲームにまで進出してきた。ゲームはライバルのかかと兄弟や美少女キャラなどがそれぞれのストーリーを持った本格4人打ち麻雀。ストーリーモードではプレイヤーが選んだキャラクターの持つストーリーを楽しみながら対戦していく。またフリー対戦モードでは好きなキャラクターを選んで本格麻雀が楽しめる。もちろん肝心な思考ルーチンはイカサマなしの究極の思考ルーチンを採用。秘蔵グッズの数々を紹介するくるぶし兄弟テレフォンショッキングもある。くるぶし兄弟劇場第1巻麻雀編は5800円で6月下旬発売予定です。まぐれだろまぐれ。こんな風になりました。史上最強の安さ2万円で新登場。どんどん近づくセガサターン。ついてるよセガ。幼いドラゴンと少年はやがて大空へと舞い上がる。ドラマティックシューティングハンタードラグーンツバイセガ。上げてきた。ここは速攻でしょう。一気に抜いた。プレイの実況もここまで進化した。シュート。ビクトリーゴール96セガ。200人の兵士が入り乱れる。必殺技が飛び交う。歴史を生み出すシミュレーション RPG ドラゴンフォース。セガ。3月27日に東京プリンスホテルで行われたセガサターン新作発表会でハドソンワープなどの新参入ソフトハウスの新作発表が行われた。そしてセガソニックチームからは待望の新作ナイツのゲーム映像がついに公開された。どうも渡辺です。セガサターンソフトナイツがいよいよ発表になりました。僕は今日ですねその発表会場に来ているんですけれども、その控室の方でですねあの注目の3人ソニックチームを捕まえることに成功しましたんでね、今日はお三方にじっくり話を聞いてみたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まず中さんにお尋ねしたいんですけれども、あのソニックの生みの親としてねあの皆さん伝説的な存在なんですけれども、あのソニック以降どこで何をやってらっしゃったのか、はい、で特にあのそういう流れがですねあのどういう経緯でナイツの制作に至ったか、そのあたりからお尋ねしたいんですが、はい、僕はソニック1を大島と作ってたんですけども、その後アメリカに行きまして、その時にあの安原っていう企画の人間もいるんですけども、彼と一緒に今度はアメリカでソニックの2、ソニック3、ソニック&ナックルスを、制作しようと思いまして、でそれを作った後あのまた再度大島と組んでサターンのゲームを作ろうと思って帰ってきたんですけども、でその時にあの帰ってくる飛行機の中で次のゲームは何を作ろうかと、でその時にあのなんですか、ね、飛行機乗ってたからかもしれないんですけど、次はやっぱ空を飛ぶゲームを作ろうと思ったんです。やっぱり擬人化したキャラクターかなって僕の方はなんか漠然とあったんですけど、その時に飛べない鳥か何かを題材にしたゲームを作ろうかなとか、それちょっと飛行機の中でねあの考えついちゃったってのはすごい
一瞬に考えついてたみたいで、いや別にそうでもないんですけどね。そうですね、結構ずっとなんか考えて、うん、そのじゃあキャラクターの話は大島さんから伺いましょうか。今回ゲームのキャラクターにしてはこう二頭身三頭身じゃなくて非常にこうスタイルのいいスラッとしたこうボディシェイプになってますよね。確かに苦労もしたんですけども、うん、まず人間タイプ、ソニックと差別化っていうこともあって人間タイプになりまして、うん、でなんていうんですか、その体操というか機械体操とかアクロバティックな動きとか、華麗な飛行っていうことを考えまして今のような形に、空中でこうひらりと体を動かしたりとか、はい、その滑らかさとかっていうようなことで、はい、ああい う, こう流線形のこう肉体になってるんですね。はい、設定については飯塚さんにお尋ねした方がいいでしょうね。特に男の子と女の子のキャラクターが今回最初から選べるようになってるんですけれどもね、そのあたりで何か狙いみたいなものがあったんでしょうか。まず今回夢の世界の物語ということで、まず夢の世界で夢を見ている人間を立てようということで、うん、開発当初、うん、初めはエリオット一人が主人公だったんですけども、うん、やはり女性のユーザーの方にも楽しく遊んでいただこうとか、 あと私たちみんなの夢の代表である二人ということで、うんうん、男の子と女の子の両方をプレイヤーキャラクターとして用意しました。今回僕も実際に遊ばせていただいてですね、女の子もこれは結構夢中になっちゃうかなと思ったのがですね、今までのこの 2D ゲームと違ってどん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 先にとにかく進むと必死にこう熱中してこう先に行くっていうゲームじゃなくて、ゲーム空間のこう中にどこにいてもこう気持ちが良くて何をやっていてもこうなんか夢中になっていけるみたいな、そういう感じがしたんですね。これってやっぱりこう 2D から 3D へのこのゲームの変化に伴うこのなんかこう狙いの変化みたいなのがあったんでしょうかね。これはちょっと中さんにお尋ねしたいんですが、やはり夢の世界をリアルに表現するために、うんうん、いろいろこう技術とか必要だったんですけども、それよりもなんかその世界を、美しいこの夢の世界とか表現できたと思いますので、うん、それを皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思っています。うん、なんかこう熱血でやるんじゃなくてこう美しいところをこう楽しんで、ね、そうですね、本当に優雅に飛んでいただいて、本当に触ってコントローラー触っていただいているだけで、うん、気持ちいいっていう感覚が味わっていただけると非常にいいなと思ってます。コントローラーもなんかアナログ対応という、そうですね、その辺も重要な、そうですね、非常にアナログでやることによってナイツとの一体感みたいなものが非常によく感じ取れるんじゃないかと思っています。今日は面白い話ありがとうございます。最後にですね、はい、ファンの方々一言ずつメッセージをお願いします。まず中さん、はい、そうですね、開発は現在順調に進んでますので夏頃までには皆さんのお手元にお届けできると思っています。期待して待っていてください。ありがとうございます。大島さんから、ソニックのようにみんなに愛されるようなキャラクターにナイツも今後育てていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。飯塚さん、はい、今までにない気持ちいい操作感覚をぜひとも皆さんに遊んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ソニックチームのお三方でした。世界中で大人気のキャラクター超音速ハリネズミ野郎ソニックザ・ヘッジホッグがオリジナルビデオアニメとなった。ハイスピードアクションというゲームの世界観を踏襲したノリのいい物語が展開するぞ。破壊神ブラックエッグマンと名乗るどこの馬の骨ともわからんやつがロボット軍勢を率いてエッグマンランドに攻め込んできたのじゃ。
人は我を犯す。そしてあのバーチャファイターのオリジナルビデオアニメも登場。ロサンゼルスのチャイナタウンを舞台に、ファイ、サラ、ジャッキーとの出会い、コエンガンとの戦い、メイキングシーンの特典付き、絶対見ろよ。これを見ないでバーチャを語ろうなんて10年早いんだよ。よっしゃ。5月31日ソニックそしてアキラに会える。セガビデオマガジンいかがでしたか。もちろん来月も超話題のソフトをぎっしりと集めてお送りします。 Enjoy your game life. See you!